カイルリン・ファーンズワースは、アメリカ合衆国、カンザス州ウィチ田出身のプロ野球選手、ウトウミギウチ。現在は、メキシカンリーグのレイノサブ・ロンコスに所属している。1994年にドラフト47巡目で、シカゴ・カブスから指名を受け、プロ入り。1999年4月29日に、メジャーデビューを果たした。2001年には76試合で、 防御率2.74という好成績を残した。2002年に足を骨折してからは伸び悩んでいた。その後、2004年まではカブスで投げた。2005年2月9日にデトロイトタイガースへトレードされる。開幕から主にクローザーのトロイ・パーシバルへつなぐ、セットアッパーとしてプレーしていたが、パーシバルが故障で離脱の際には失敗なしの6連続セーブをマークするなど、 抜群の安定感を見せた。そのタイガースでの活躍ぶりが評価され、同年7月31日に優勝争いをしていたアトランタブレーブスへトレード移籍。移籍後は、それまでクローザーを務めていたダン・コルブとクリス・リーツに代わり、クローザーを務めることとなった。10月31日に FA となった。2007年7月29日2005年12月5日に、 ニューヨークヤンキースと契約。2006年はリーグ5位となる72試合に登板した。その後も中継ぎとして活躍した。2008年7月30日にイバン・ロドリゲスとの交換トレードでデトロイト・タイガースへ移籍した。2008年12月13日にカンザスシティロイヤルズと2年925万ドルで契約した。2010年7月31日に トレードでリック・アン・キールと共にアトランタ・ブレーブス移籍。11月2日に FA となった。2011年1月15日、タンパベイ・レイズと1年契約総額325万ドルで契約を結ぶ。この年は自身初めて開幕から1年を通してクローザーを務めた。2012年7月24日、2012年10月29日に FA となった。 2013年2月5日に、レイズと再契約。8月9日に、ィーフとなり、翌日放出された。2013年8月16日、ピッツバーグ・パイ・レーツと契約。10月31日に、FA となった。2014年4月21日、2014年2月3日に、ニューヨーク・メッツとマイナー契約を結んだが、3月23日に、放出された。 3月30日に契約内容を変更し、メッツとマイナー契約で再契約した。4月2日にメッツとメジャー契約に合意した。昇格後は19試合に登板したが、5月15日に40人枠を外れ、AAA 級ラスベガスフィフティィテワンズへ降格した。5月16日に FA となった。2014年5月17日にヒューストンアストロズと契約したが、 6月26日に解雇となる。2015年7月2日にメキシュカンリーグのプエブラ、パロッツと契約。2016年4月9日にレイノサブロンコスと契約。ありがとうございます。